はい、セイラに変えてきました。ようやく変えられました。はい、で能力をただ見たんですけれども、鋼の鎧装備させて防御が59なんですわな。でアムロの方、一方アムロですよ、まあ、鉄の鎧で、まあ、ナイトの盾装備しているとはいえ防御が77なんですよね。この差がありまして、何なんだと。まあその代わり魔法はセイラの方がちょっと使える。だからアムロの方が戦士寄りの僧侶、セイラの方がなんか魔法使い寄りの僧侶みたいな、そんなイメージですね。はい、いやもうそんなこと分かってたって、あ、皆さん分かってると。はい、まあ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 、はい、そんな感じです。なので、あの魔法の手袋をセイラに持たせました。はい、まあまあそんな感じですわ。探索行きましょう。これなんだったらもう賢者の杖捨てて魔法の手袋をアムロに持たせて、もうガンダム一択で鍛える、一択でもう鍛えていくっていうね、そういう戦闘スタイルでもう OK かなと。あ、であとね、多分一つ気づいたのが、ガンダムの素早さが96、めちゃくちゃ上がってるんですよ。これ多分ヒョウのベルトじゃねえかなって思いまして、ヒョウだから早いっていう、ほら途中からタンクより早く、あれレベル上がって速くなったとか言ってたじゃない。多分ヒョウのベルトだと思うんですよこれ。今ヒョウのベルトアムロに渡しました。でほら48、2倍ですね。だから星降る腕輪ですわ。すぐドラクエを例えに持ってきますけど、これはねどうなんだろうね、タンクの方がいいのかな、セイラがいいのかな。どうせだったら補助してから攻撃してもらった方がいいので、素早さ30、アムロが結構速くて70ぐらいだったんですよ。60かな、そんぐらい、60ですね。でタンクが51ぐらい、ちょっと改めてじっくり見た51ですね。まあ、一応タンクに持たせときますか。あ、でちなみに銀の玉と奥義のメモはちょっとまだ分からないです。一応持ってるって感じ。まあ、ガンダムでもいいっちゃいいんだけど、持たせるんだったらヒョウのベルトと、あとは攻略とか、とりあえず回復させるのを持たせた方がいいっすわな。そうしようか。絶対最初に動けて回復できるっていう、そんな感じでいこうか。まあ単純に一番攻撃が早いっていう、それはそれで OK か。でここはルナ2ですよと。カードバトル上で勝ち抜き戦をやってるよ。カードバトル上、そんなのがある。それもストーリーと関係してくるのかな。船長の家が北の方にあるぜ、みんなだらしないって嘆いてたよ。ね、どういうこと、これカエル、これカエルですか。ピー、なんだ謎の生物謎の生物僕たちいつまで旅をするの。あ、これもしかしてジムヘンソンさん、家なくなっちゃって、あの人どこへ行ってしまったのかしら。あ、船長かジムヘンソン、どっちかだね。おいガーキちゃん、ガーキちゃん、ガーキではないけど、旅してんのかね。船長の家が北の方にあると。まあイベントとしては船を手に入れるイベントでしょう。
船に乗ったとしても海流がもう海の神に祈るしかないよ。そう、海流があるんですよ。海流飛ばされましたから、イカダも。さっき鳩が落ちるのを見たよ。助けてあげろ、助けてあげろ。傷ついた鳩まだ持ってんだから。カードバトル場、あ、城って城じゃない、カードバトル場かと思った。そん、わしがバトル場のオーナーじゃ。儲かってしょうがないわい。うわ、大元が一番儲かる。あ、そっか、だからみんな真剣にあのカドラスの前にいたんだ。ガチャガチャの前に。お金を払ってください。いや、ちょっとケチ、はい、ケチです、ケチです。いや、今はちょっと今はまた別枠でやるかもしれない。いや、本当にね、いろんなゲームで別枠でって言ってて全然やれてないので、本当にマジで時間作り出してやろうかなと思ってはいるんですよね。船はガンダムさんにあげるよ。もう誰も乗るやつはいないんだ。みんなモンスターを怖がって船乗りをやめちまったのよ。もっともあんたたちだけじゃ船は動かせないだろうから誰かに頼むんだな。あ、ってことはもうあのだらしない船長ですよを連れてくればオッケーだと。船どこにもねえんだけど。北の方って言ってましたね。じゃあ行きましょう。まあ、これがクエストですよね。あ、あったあったあった、あれかあれか、アッシュマー。これはまあ賢者の杖で OK なんで、ほらこういった敵にも安定してできるのよ。オオナメクジザクレロ、長えわ。金銀パールプレゼント鬼まではいかないけど、オオナメクジザクレロ。おい、賢者の杖と魔法の手袋。魔法の手袋意味なかったけど、これができるの素晴らしい。トゥトゥルトゥ。お、船長さん、お父ちゃんのお友達。そうだよ、にんまり。絶対違うやつ。あ、うちの人は留守ですよ。船に乗れないので山に行っています。海がダメなら山だと。で、山に行って怪物に襲われてる。おいおい、すげえ、口真ん中のやつがちょっと狭いわっつって横になっちゃってるよ。何これ、パックンズさ。名前はちょっとパックンなんだ。パックンで行くんだ。あ、そう、なるほどね。ああ、 HP はなかなかありまんがな。攻撃力は大したことねえけど。ああ、 HP ありまんがな。100ある、120ぐらいで、賢者の杖でこれで60与えてるかな。キャノン来た。懐かしいか。お、そう、かわされちゃうのよね。通常攻撃のね、まあ一つのポイントとしてこのかわされるっていうのがやっぱりちょっと痛い。キャノンもかわされていくから、どんなに強い一撃でもかわされちゃうとね、やばいので。くっそ、これどうすりゃいいんだこいつ。とりあえず賢者の杖やで、次のターンに魔法の手袋をガチガチに強くしたので一気にいくっていう方法も OK か。おー、かわす。あー、セイラに20ね。
初回で7上がるようになったね。これで絶対倒せる。あんまり上がってない。あんまり上がってねえな。で、ここで回復がねできるっていうのが大きい。いや、今までも回復できますけど、できてますけど、まだまだいるっていうね、回復できるメンバーがいっぱいいて、経験値レベルアップの時にレベル上がるっていうのが一番大きい。1ターンで終わりますから、これ。もう1ターンで終わるっていうのが素晴らしい。終わんないかな、これ。終わんないっぽいね、これ。60、あ、ね、27。いくか。あー、バズですか。バズってますね。うわー、さすがのセイラ。セイラ、魔法に弱いんですよね。しょうがないか。ネット、あ、これは素早さ下げるやつかな、もしかして。そうか、まあだからターン少なくしてやらないとダメージ食らっちゃうと、あいつは。これが大事なんすよ。ちょっと面倒だけど、こん中か。ちょっともうちょっと、あー、なんかあるね。もうちょっと行っていいですかね。なんか次の町行けたらいいなって。あー、34か。いや、どのぐらい攻撃力、アムロの攻撃がこいつにどのぐらい入るのかなって思って。まあ、こいつがメインか。やっぱり並び替えで戦闘がほとんど受けますね。まあ、それこそガンダムですわ。おー、仲間呼ぶタイプ。やっぱガンダム戦闘で正解か。星ウルウでは。セイラじゃ、そうだよ、無理だよね。経験値だけもらいに来るやつ。お、ここは？リアの村です。リア中。奥にある家は、マクベという人の家だ。珍しい壺を手に入れて喜んでだよ。多分奥の荷物の中じゃないかな。珍しい壺、火薬の壺。小さな村だが、今度運動会をやるんだ。ほう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 。運動会。なんか簡単なプチミニゲームレースみたいのあったりするんかね。あ、そうだ、アイテム使わないとね。そっか、使っていきましょう。銀の玉、金銀パールプレゼント。ライラって女どうも怪しい。女の勘よ。ライラ・ミラ・ライラですよね、多分ね、単語だけ言うやつ、いつもの。あら、運動会の練習がみんな。
俺保険入ってるよね。あ、そうだね。ありがとう。オッケー。これないな。絶対違うわな。もうちょっと違う。お、上で女の人がシオンの化け物に襲われてるの。行くのやめようかな。ああ、ライラか、あれが。あ、ここで運動会やるぜってことね。よし、行くか。横から。助けてください。う、お前はガンダム。畜生、ひとまず退却だ。怪しいわ、ライラ。怪しいわ、これは。この芝居。大根役者どもめ。メッサーラ。助かりました。実は少し上に登ったところにある洞窟に巨人がいるらしいのです。その秘密をたまたま聞いてしまい襲われていたのです。私には巨人を倒す力がありません。どうか巨人を倒してください。この中よ。巨人いねえだろ。北の洞窟の上に登ったところにって言ってたけど、みんな上上言ってるけど、上上下下、左右 BA、 あれか、あれは洞窟なのか。おっ、エビルロール、なんか寿司屋、海外の寿司屋にありそうな寿司屋で出てきそうな春巻き。これ多分ガンダムの攻撃通らないでしょ。でしょうね。でしょうね。3、ちょっと通った。意地見せたな、最後。おお、なんだと、なんだと、なんだと。エビルロールやるじゃねえか。風が効かないと。そんな時のための魔法の手袋です。次のターン待ってろよ。ここなんだよね。ここでガンダムが先動いちゃうと、このターンが全く使え、無駄になっちゃう。キャノンやるね。攻撃力大したことない。アムロ防御してたからかな。防御無視かどうかはちょっとわからないですね。おー、うわー、かわしかわし。よし、通る通る通れよ。切れ味マシマシだよ、これ。キャノンすげえな。43も与える素の攻撃で、これはきついよ。エビルロールさん HP あるし。10、11。さあどうすんのよ。エビルロールやるね。 HP、 エビルロールの HP 逃げ腰になるし、しかもやば。そして経験値は普通。エビルロールやばいな、あいつね。タンクに紙持たせてるんで、すーん、あれまだ、お、町がまだあると。ほうほうほう、ちょっと町行ってみますか。紙何枚入りなんでしょうね、これ。あ、ついになくなりましたね。洞窟があって、あそこに巨人がいるとライラが言っている。おっと、お、へへへへ。ここから先へは行かない方がいい。この森は迷いやすく、とても危険だ。はあ、わかりました。まだ行くなっていうことか。これこいつちょっといいわ。ちょっと倒した時のね、達成感はあるけど、ちょっと効率がそんなに良くない。あ、またあったな。今度は俺のことを覚えているだろうな。あ、はい。ちょっと覚えてる。戦闘か。ジオン族なんだ、カクリコ。なんかアムロ魔法あるかな。ルフィラしかねえのか。
なるほど。攻撃は通るかな。もうこっちはもうこの作戦一択ですからね。全然大丈夫、余裕。特効薬知らねえな、知らねえな、特効薬なんか。全てを貫通する盗賊のナイフだぜ、こっちは。ほら、ちょっともうやばい。あれちょっとおかしくないみたいな。一旦目よりか。おい。いいぜ。一旦ワンタンキルできる時まで、こっち耐えるだけですから。これはやばいんじゃないですか？どこまで持つかの。どこまで持つかの。79。ぶっ飛んでいく。わあ、こいつすげえな。キャノン倒せそうになったら出てくる。いいよいいよ。100。よし、オッケー。あ、アクシズ、星の名前だけ知ってる。いや、大丈夫です。ここはここでまた別のクエストでしょうね。あの船長とはまた別。森の中に小さな村があるらしい。ノアって言ったかな、箱舟的な。北の森へは行かない方がいい。すぐ迷子になってしまうぞ。迷いの森ってことか。なんか森広がってましたからね。で、あいつ何なんだろうね。この先は行かない方がいいって急にシャシャリ出てきた。仕切り屋か。わしは珍しいものを集めるのが趣味なんじゃ。何か手に入れたらわしに言ってくれ。あ、さっき壺の話があったけど、ライラ、そうか、ライラにその小屋の入り口塞がれてたから、一番奥の壺は調べらんないと。ジムヘンソンさん慌てて子供の後を追っていったわ。あー、なるほど、ここでジムヘンソンが出てくると。迷いの森に行っちゃったってやつかな、多分。ここはカードバトル場か。早くやろうよ。お姉ちゃんから聞きたいんだよ。これから隠れるも、ちょっと待て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 。イベントが始まる。イベントが始まっちゃうから。そうか、金がまだできてないのよ。ダンジョンクリアしてないから。鉄のコテ来たね。コテは装備できないと。あ、ナイトの鎧と盾、セイラが装備できますね。ってことは山ですね、結局。船長の山。山に行ったよって言ったところに行って、船長が多分怪物に襲われてるんで、まあジオン軍かな、襲われてて、それ助けて、じゃあ船船長になりますわっつってなるんでしょう。これは賢者の杖の上位互換だな。怒りのコン、エルフの弓、ガンダム装備できんだ。いやでも盗賊だろう。魔法の手袋作戦でしょこれは。破壊能力完全に呪われてる。キャノンに装備させるやつだな、これ。OK。水晶の杖欲しいね。賢者の杖1000だから、売ると700ぐらいになるんですよ。多分。微妙に足りねえ。微妙に足りないね。ちょっと買っときたいね。新しいカードダスが発売されたら買う？おう。そうだね、カードダスもどんどんね、シリーズ更新されてったよね、あの頃ね。懐かしいね。し、隣のうちの様子を伺っているんだ。どっちよ、警察か、覗き魔か。
どっちかしかありえない。なるほどね。なるほどね。はい。はいはいはい。OK、OK、OK。ちょっと面白い。これは面白い。お互い、そういうことっていうね。あ、なんか泉がある。いい天気じゃな。何もないと。回復の泉っぽいけどね。この前、シブヘンソンっていう旅の一家が来たんだ。そこのガキをいじめたら泣きながら、おい、事件、クエスト増やすな。そういう理由かい。なんかキャラのダンス見てて怒られちゃったから、怒られちゃったからちょっとやだよ、そんな怒るなんてって言って逃げちゃったのかって思ったけど、あいつのせいかよ。なにピックカメラ、どういうこと。ピック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 、どういうこと。ビッグカメラとなんかかけたのかな。ここいなかったんだっけ。あ、いるわ。なんかちょっともやってする街だね。なんかちょいちょいもやポイント。ラクロアの危機も子供たちには関係ないのかね。なんかちょっと部分部分にもやっとちょっとした闇があるよね。こんな街嫌とか、即位ジムヘンソンのガキいじめたら出てっちまったぜとか、子供たちにはラクロアの危機は関係ないのかね。まあまあ、それは最後のは普通か。でこれ回ったか。よし、傷ついた鳩も謎なんだけどね。山行ってみますか。そうしたら奥義のメモ使いつつで、あと結界っていうのがあったと思うんですけど、あれは多分トヘロスだと思う。気合が入った。え、次気合の一撃みたいな。それいいね。気合ため力ためやっといて、バイキルト、まあ、魔法の手袋をやって聖剣好きみたいな、それですよね。あ、そう、これやばいね。セイラ行ったな。セイラ行ったな。これやべえってことか。これそうか、こいつらは素早さが遅い。セイラより遅かったもんね。気合の一撃じゃねえし、セイラより遅かったんで、一旦で倒さねえとやべえぞっていうことか。はい、なるほどね。でお金が貯まったんで、ちょっと一旦アクシズ行きましょう。ちょっと山はちょっとまだ行けないと。生き返らせて賢者の杖打って水流の杖手に入れます。水流の杖の能力確かめたら動画 をちょっと切りましょうかね。水属性ムービーサーベみたいな、サーベムービーサーベでしたっけ。そんなに強くはないか。メガファンとか覚えないもですもんね。まだ700ね、7割で売れると。あ、水晶か。よし、ま
正直攻撃力とかはどうでもいいんですよね。え、結構強いな。52ってセイラより強くね。ね、まあいいや。アムロより強くない？それいいんだけど、ちょっと見たくなっちゃう。あそこまではいかないか、さすがに。そうしたら、あいつじゃない、オオミミズ、オオナメクジ、ザクレロじゃないやつ。まあでもいいけど、でもいいけど、ちょっと水晶の杖見ましょうよ。おっと、スティックタランチュラ、なんかタランチュラ、リック結構雑になってきてる感はあるよね。水晶の杖、攻撃は大丈夫。なるほど、なるほど、なるほど。水晶の杖打って賢者の石かな。まあいっか、まあいっか。お金あると思えば、そこにお金を置いてあると。メガサーベ、そんなのもある。え、ガンダムの攻撃入ってなかった？ちょっともう余裕すぎてったから、あんまり見てなかったんだけど、 A ボタン連打しちゃったんだけど、入ってねえんだ、入ってねえんだ。勝てんだこいつ。正直賢者の杖は2人あれば大丈夫っちゃ大丈夫だね。よし、あ、経験値はまあ4体いるからな。ターン覚えちゃったよ、セイラも覚えちゃったよ。素晴らしい、めっちゃめっちゃ。え、ちょっと待って待って、スレッカ強くない？スキップ、何スキップって、スレッカがスキップ。あれ、スレッカ魔法、なんか特殊な魔法覚えてるね、あの方。あれどうしよう、ちょっとスレッカも気になってきちゃうな。セイラがターン覚えたから、もう魔法陣マットいらんだろ。そしたら、あーと、もう、まあ、一応持っとくか、一応持っとこう。ケープ、魔法のロープは確か買いました。で、どこでした？ルナツーか。行って右の山でしょうね。山があるとか言ってたので、メガパック売ってました。傷薬でもいいんだけど、メガパックねえのか。銀の玉も気になるね。奥義の目も気合の一撃出なかったので、ちょっと謎。それか盗賊のナイフが攻撃、複数攻撃だから察知反応しなかった可能性もなくもない。気合の一撃はね、出るんですけど、倒しちゃおうかな、これ。
思議な霧が立ち込めた。ちょっとよ、あ、あれだな、ミノフスキーと一緒でね、一緒でねえ、うんうん、よくわかんないと。メガパック買いましょう。あ、オッケー。じゃあメガパック買った状態で今のこの画面と同じ状況からいきたいと思いますので、ぜひ次回もよろしくお願いします。